パニシング。かつて人類が誇った最先端科学がもたらした最悪。地球上に何千年もかけて築かれてきた人類の文明は、わずか数十年のうちにパニシングの波にさらわれ、人類は遥か宇宙へと追いやられた。今、私たち構造体と指揮官の勇敢なる選択こそ、この暗黒の時代の終わりを告げる黎明の光である。また負けてしまいました。何度やっても同じ結果ですね。しかし、なぜ毎回彼女の姿をはっきり認識できないのでしょう。シミュレーターのバグでしょうか。ん？ルシア、またバベルの塔でシミュレーショントレーニングをしていたんですか。今回はクリアできました。うん。ハハハハ、俺はもうクリアしたぞ。それルシアは弱すぎるんだよ。はあ、おい、ルシア、俺を無視するんじゃねえ。はいはい、少し落ち着いてください、カレミーナ。シミュレーションクリアのお祝いに新しい服を買いに行きましょう。ふん、こんな簡単なゲームをクリアしたくらいでお祝いなんていらねえよ。カレニーナはルシアに構ってほしいだけで悪意はないので、あまり気にしないでくださいね。でも、私もそのシミュレーションクリアしているんですよね。攻撃型のルシアがクリアできないのはどうしてなんでしょうか。いいえ、私が解敵したボスはあなたたちが出会ったものとは違うようです。彼女と出会うたび、私の視覚回路にエラーが生じるのです。彼女の顔を認識することができません。機体に何か問題があるのでしょうか。一度検査した方がいいのでは。心配無用です。彼女の攻撃パターンはほぼ解析が完了していますので、黒バスをたくさん集めて黎明の機体に換装すれば彼女を倒せるはず。ルシア、黎明のデザインには不満があるって言ってませんでした。彼女に勝つためには仕方ありません。ルシアのやつ、初期型のグレンで最終面まで行ったのはそういう理由だったのかよ。どうしました。新しいメールが届いたようです。何やら重大なお知らせのようですね。何ボケっとしてやがんだ。新しくて強い装備が手に入るかもしれねえんだ。早く確認しろよ。お料理大百科だって。ルシア、お前にお似合いじゃねえか。さあさあ、服を買いに行きましょう。ルシア、さっきのことは一切お気になさらず。あ、そうだ、私もビアンカたちと一緒に服を買いに行くんです。ルシアもご一緒しませんか。うん、私も着替えてから向かいます。ではロビーで待つようにみんなに言っておきますね。お料理大百科か。指揮官はいつも私によくしてくれているので、日頃の感謝をお伝えするために特別なごちそうを作りたいです。チッ、ルシアがあんな超レアアイテムを手に入れるなんて面白くねえな。クソ。でもこれはこれでルシアの作る料理か。イヒヒヒヒヒ、面白いことになりそうだ。どうしました、カレニーナ。
何でもねえよ。ルシアが来ましたよ。すみません、皆さんお待たせしました。ルシア、着替えはどうしたんだよ。着替えました。カラーコード DF4343 のマフラーに。はあ、